ブヒブヒブ、こぶたニュースのお時間です。今回は衛星攻撃兵器というお話です。宇宙に新たなスペースデブリが加わりました。ロシア国防省は16日、ソビエト時代に作られた軍事目的の宇宙無電監視システム衛星セリーナ D を破壊する実験に成功したことを認めました。衛星攻撃の実験は過去にアメリカ、インド、中国も行っています。スペースデブリには衛星攻撃兵器によるもの以外にも様々な理由で発生したものがあり、追跡可能な10センチ以上の物体は約2万個、1センチ以上は50から70万個、1ミリ以上は1億個を超えるとされています。今回ロシアが行った破壊実験は、高度約480キロ付近の軌道上の衛星を狙ったもので、この高度には ISS や観測衛星なども飛んでいますので、ISS では一時避難活動が行われました。この実験により生じるデブリの数は10センチ以上の追跡可能なものが1500個以上、それより小さいものは数百から数千個発生すると見られています。高度400キロは地球の重力の影響が 90% 残っているので、この高度のデブリは数年するとほとんど落下して燃え尽きます。また、ロシアは今回の実験は何ら違法なことはしておらず、ISS 軌道内40から60キロメートルにデブリの接近はないとしており、その高度ならまた実験しても問題ないとロシアが考えているのではないかと欧米はおののきました。今回の実験では A235PL19 ヌードルが使われたと見られており、移動式で核弾頭を搭載可能、極超音速滑空機等への高度な誘導が可能で、高度850キロまで到達可能であるとされています。実験が成功したことで、ほぼ何の決まりもない宇宙空間に対するルール制定の声は高まるでしょうし、実験を成功させたロシアも優越感を持って話し合いに加わってくるでしょう。宇宙の出来事がインフラに影響を及ぼす現代において素通りできない問題でもあります。明確な意図を持ってデブリを発生させた国には回収義務を負わせたいブヒと思った同志はチャンネル登録よろしくですブヒ。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。ブーヒー。